今日は2013年の9月の9日ですね。朝日新聞は今日はお休みで、これは昨日の朝刊ですけども、一面には復興予算見直しの後も流用ということで、東日本大震災の復興予算が自治体や公益法人の基金を通じて全国で流用されていた、未だに節電基金を買うと補助金が出る経済産業省の2事業を扱う基金で流用が続いていることが分かった。まあ本来使っちゃいけないようなところに金が流れて、誰が得をするかというと業者ですよね。そういう業者とつながっている役人がいる、企業と結託している役人がいるということなんでしょう。まあけしからん話だというふうに思います。そういうものを断ち切っていかなければ、本当の国民のための政治というものがなされない。今日は旅人よという歌ですね。これもまあ結構非常に有名な歌だと思います。岩谷時子作詞、段耕作作曲、ご存知加山雄三ですね。1966年ですから、まだ私が学生だった頃にできています。歌声喫茶でも歌った記憶がありますね。私のかみさんによると、加山雄三の数ある歌の中でも特にまあ人気のある歌だそうで、特に関西地方の加山雄三のファンはこの歌とても好きらしいです。歌ってみます。若き旅人よ、お聞き遥かな空に鐘が鳴る、遠いふるさとに母の歌に似て、やがて冬が冷たい雪を運ぶんだろう、君の若い足跡、胸に燃える恋もうずめて、さあ別れて命果てるまで、君よ夢を心に、若き旅人よ、赤い雲行く夕日の草原、たどる心優しい若き旅人よ、ご覧遥かな空を鳥が行く、遠いふるさとに聞く雲の歌に似て、やがて深い詩人が星を飾るだろう、
熱い思い出胸に潤む夢をうずめて時は行くとも命果てるまで君と夢を心に分かち旅人よ。ということで今日はこれくらいしておきます。